はい。じゃあ、倫理観についてちょっとまとめてお話ししようと思います。一つね、直近でいい例えがあったんですよ。それは、あの、国会での話ですけども、串渕真理さんという令和新選組の方がね、国会の品位を一しく傷つけて、感化できないってことでむちゃくちゃ怒られてね、で、懲罰にかかったんですよ。国会の品位だそうですよ。で、これっていうのは要するに、国会の品位という、まあ、よく分かんない、わけの分かんない基準値のないものがね、 多数数派派にによって少をめることに使われたいい例なんですよじゃあカウンセラー業界に置き換えてみると、カウンセラーとして権威を先に持った人、多数派がですね、そうじゃない人に対して倫理観を書いてるって言えば、それがまかり通ってしまうんですよ。つまり、いつまでたっても少数派は浮かばれないってことになってね、少数派がまるで悪いことのようにもう決められてしまうんですよね。それはいろんなところで起きます。ですんです倫理っていうのは実は実ね私たちに 利益を与えるどころかだから少数派ですごくね悔しい思いをした人っていうのは大体その倫理っていう壁に阻まれてるんですよ、まあ、私たちは自分勝手な倫理によって誰か他の人をね差別したり排除しないように努めたいなと思うばかりですけども、えー、現時点ではその訳の分かんない倫理っていうね得体の知れないものが私たちを支配してますそもそも倫理って高校で選択して学ぶものですけどもあそこには倫理っていう誰かが勝手に決めたルールが書いてあるだけでね しかも罰則もないし誰がそれを裁いていいかっていう警察権力みたいなのもないんですよ。これが倫理だって大きい声で言った人がまかり通ってるだけなんですよね。じゃあ何が一体倫理なんでしょうか学校の教科書で教わったことがそのまま倫理なんでしょうかでじゃああなたは倫理ってものは何だと思います ?10 分ぐらいでまとめて話してくださいって言われてスラスラと答えれる人っているんですかねうん私もあんまり自信がないですねそれはね、まあ。せいぜい人のものを取らないこと壊さないこと。 殺さなないいいい、こととぐらいかかか思いまますすすけども他に何かありますかね <laughs> はい、で次で次特にうつ病などの精神状態の発病が疑われる人に対する心理カウンセリングには大学で心理学の授業の単位を取得しさらに大学院でも心理学を専攻して卒業後に民間資格の臨床心理試験や国家資格の公認心理師に 合格してからクライアントに向き合うことになってますが通信教育講座で3ヶ月だけの勉強して自傷心理カウンセラーとして精神疾患のカウンセリングをしている人とかが倫理的な問題になってますまあこれは倫理の問題になるでしょうね。 とといいうのが大学などで教えていることで全部利権なんですよ。全部それは先に権威を持った人倫理とかあんまり関係ない中間団体の天下りの人がお金をボン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 稼ぐために大学に権威を与えてここで心理カウンセラーなどの資格を与えることによってその上がりに預かってるっていう構図が、まあ、悲しいけれども現実なんですよね。まあ、ですんでねあの本当にあの責任を持ってその業界を作ってる人がいるかっていうとそれこそそういうところの方が倫理を問われることになるんじゃないかなと私は感じてますね。 うん、なんかね世の中にはね今日本とか特に必要のないそういった規制が多くってその規制ってのは世の中のルールを守らせるためとかね秩序を守るためっていうよりも誰かの利権を守るために作られてるっていうね逆転現象が起きてるそういった構図をよく目にするんで、まあ、あのこういうふうに思うんですよ。例えばね通信講座で3ヶ月だけの勉強した人でもそれによって誰かのね心をねあの和ませたり解決に向かわせるんだったら全然いいと思うんですよ。 でも偉そうな大学の講義教鞭を振るって10年20年の教授がね役にも立たない人っているわけですよだから単純に権威とか倫理ってものを横並びに語ることはできないかなと結局はお金を払う人とかカウンセリングを受ける人が納得したかしてないかなのかなと思うんですよでしかもカウンセリングを受ける人って、まあ、どんな方でもそうですけども肉体的精神的にものすごく強靭でね何の悩みもありませんって人はカウンセリングを受けないわけじゃないですか やっぱりどっか心に穴が開いてて判断力がちょっとね、欠如して弱い状態にある人が受けるんで、それはカウンセラーさんを選択することに間違うことって多いと思うんですよ。じゃあ一体どうすればいいんですかってことになっちゃうんで、結局カウンセラーさんもいろんな人を受けながら自分の気に入った人を探していくってことは、セカンドオピニオン、サードオピニオンみたいなことは続くんじゃないかなと思うんですよ。これはね、例えと言うと、その恋人を探すような作業に似てるんじゃないですか。一番最初の初恋の人がずっとね、 自分の成長と変化とともにずっと付き合ってる気るような距離感を持った人ってなかなかいないと思うんでやっぱどっかでお別れして別の価値観で、えー、自分と会う人をなんかこう渡り歩いていくような気がするんですよまあだからねあの人との出会いですよねあのカウンセラーさんといってもそれからカウンセリングを受けるクライアントさんにしても人なんでね人は変化するし勘違いもあるし誤解もするしズルもするっていうところを全部加味して付き合いができるんじゃないかなと思うんですよ だからたまたまねあの今日ぶち当たったカウンセラーさんが自分に合わないからといって、うん、でそれで詐欺なのかインチキなのかってそうでもなくてずっと付き合っていくうちに接点が見つかってすごくいい関係になるっていうふうにお互いに育んでいくこともあると思うんですよね。まあ、こう言うとね詐欺師をなんか守ってるみたいな言葉になりますけども、うん、まあでもね嘘や詐欺ってのはこの世の中がなくならない以上、うん、自分がどうやって選ぶかとかね 多少の傷は負うこと。だから頼りにしていた人にそうでもない反応を食らうことも覚悟してやっぱり選んでいかないといけないのかなっていうのが今のところの現状じゃないですかでもそのうちね AI が進化して嘘のつかない本当に人間のための AI っていうのができるともう人間に依頼しないっていうそんな世界が来ると思いますそんな世界はもうちょっとで来るんじゃないかなと。 で最後にこういうふうにカウントをされてますね、えー、医学的な病気の発症が疑われる人へのカウンセリングや、ね、決められた資格を持っていないと対応できない等の法整備が必要なのか否かの議論が求められていますさあこうなるとねじゃあこの人はカウンセラーとして全然大丈夫ですよっていうふうに誰が決めるのかってこれまた利権が発生するんですよでそのこの人はカウンセリングの資格を与えますよこの人はダメですよっていうの法整備をするとね 今度は本当に人のためになる人じゃなくって儲けの一部をくれる人を選ぶようになるんですよそれが残念ながら先進国日本の最後に残った仕組みになってしまっていますですので本当にね組織が大きければ大きいほどまあ白い巨頭の世界になっちゃうわけですよあの目の前の患者さんにしっかり向き合おうとすると全然その世界での権限が与えられずに結局医師としても弾かれてしまうカウンセラーとしても弾かれてしまうっていうようなね 木をくたしくく植えていくのかそれとも多少のダークなところを飲み込みながら折り合いをつけていくのかってことになっちゃいますよねだからこうカウンセラーさんもねあのいい気になって素人だけどもスタートってことではないんですよだって最初はみんな素人であの依頼クライアントさん一人も持ってない状態でみんなスタートするの一緒なんですよで今ねものすごく人気の人も最初はつまずいたと思いますよ だからそういう風な成長中の人と一緒に育っていくのかそれとももうね生まれながらの一流しか認めないのかってことになっちゃいますよねまあそれが今あの政治の世界で起きてる二世三世問題ですよね最初からもうねサラブレッドみたいな人しか政治家にならないみたいな世界になって普通の人の普通の感覚を持ってる人は口よりマリさんみたいにあの弾かれるわけでしょ だからこれがいろんなところに蔓延してしまって不具合を生んでるんではなかろうかと思います、まあ、つまり今回のコメントに対して結論っていうのが本当にね出しにくくなってしまってうん最初の話に戻りますけどもクライアントさんが誤解だろうとなんか詐欺られていようと納得してるんだったらもうそれはしょうがないのかなと思いますしあとは付き合いを長くしていってね本当に2人の距離感をこう縮めていくなり離れていってダメになるなりっていうのを見守っていくのしかないのかなと思いますよね何でも何かんでも100発100つったわけにはいかないですからね ということでございました一旦これで答えさせてもらいます